アメリカの1月の小売売上高は6,497億7,600万ドルで、大きく過方修正された前の月から3.8%増加しました。市場予想を大きく上回りました。部門別では変動の激しい自動車と関連部品が5.7%、ネット通販などの無店舗販売が14.5%増加しました。